水源の油木ダムの貯水率が低下していることを受け、行橋市は今日から 10% の減圧給水を行っています。午前0時、行橋市では水道から出る水の量を 10% 減らすために上水道課の職員らが仕切り弁のバルブを閉めました。行橋市の1日の給水量1万8000トンのおよそ8割を供給する油木ダムは、例年に比べ雨が少ないことから、昨日時点で貯水率 14.5% と低い状態が続いています。少し蛇口をすぐ閉めるとか、まあ、いろいろとありますよね。結構こう、なんともないような感じが皆さん受けるとは思いますけど、かなり効果があるんですよ。あれをみんながしてもらうと。同じダムを水源とする隣の神田町は、おとといから減圧給水を行っていますが、家庭生活への影響はほとんどないということです。引き続き住民に節水を呼びかけています。